日本中国地方岡山県岡山市中区中区は岡山市を構成する四行政区のうちの一つである。四行政区の中で最も面積が狭く人口密度が最も高い。区域は旭川伊東から百0川伊勢である。名称は中区であるが広島市中区とは違いこの行政区内には行政の中心となる岡山県庁舎や岡山市役所。 交通の中心となる、岡山駅、大規模な繁華街、商店街は存在しない。同じような例が、堺市の中区である。中区は、区域の北部に、竜の口山、ほぼ中央に、三沢山があり、西端には、北区、南区との境界にもなっている、旭川、東は、東区との境界になっている、旭川放水路の百軒川が、流れている。 区域の北部、龍の口山から、三沢山にかけては、旭川によって形成された平野で市街区域に指定されており、城下町の一角を担っていた角田、東山地区、JR 山陽本線と国道250号が通る高島、東岡山地区は、住宅が密集している。一方で区域の南部、三沢山から、小島湾沿岸にかけては、 江戸時代に造成された干拓地であり、現在でも田畑が多く存在しているものの、国道2号岡山バイパスが通り、新岡山港が整備されているため、岡山県トラックターミナルをはじめとした物流拠点が設けられており、農地が宅地や工場へと転用されつつある。このように、都市化が進行しているにもかかわらず、龍の口山、三沢山、百軒川などを用し、 祇園地区には天然記念物である鮎モドきやホタルの生息地が存在するなど、比較的豊かな自然環境を保っている。旭川桜道中区の区域には、縄文時代後期から室町時代にかけての複合遺跡である百軒、川遺跡や三沢山古墳群が存在し、古代より人々が居住していたことが伺える。奈良時代には、昇殿地区に、 微前国の国府が置かれていたとされ、昇殿廃寺跡や旗廃寺跡がある。その後、戦国時代には、秋吉寺合戦が起こり、当時微中国を掌握していた、三村元地下と張馬、ま、微前国を掌握していた浦上市の進化、浮田直家が、沢田地区を中心に戦火を交えた。江戸時代には、門田地区、東山地区は、岡山城下町の一角となり、 三沢山山六には、藩主、池田氏によって草原寺などの神社仏閣が造営された。また、四代藩主、池田津奈正の知世の1669年には、旭川の洪水から城下を守るために、軍隊津田栄忠氏の指揮の下百間川が改作された。津田栄忠氏は他にも、 倉安川の改作、沖神殿など干拓による神殿開発を行い、現在でもこれらの土木遺産が残されている。明治時代に入ると、東西の幹線である山陽鉄道や京弁鉄道である西大寺鉄道、三、戸黒鉄道等の鉄道網が整備された。大正時代には、東山地区まで路面電車が延伸され、旧西第六高等学校、 岡山県岡山高等女学校等が設置されるなど文教地区としても発展を見せた。1945年6月29日の岡山空襲では門田東山地区を中心に攻撃を受け市民が犠牲となった。戦後はモータリゼーションの進行で国道が建設され沿線に商店が発達し住宅街へと姿を変えた。区名は 公募により選ばれ、1位、中区、2位、桜区、3位、三沢山区、4位、日彦、5位、上東区であったが、旧地域名は採用しないという方針と、最も支持を集めたことにより、中区が選ばれた。なお、当初は、東区と一つの区を構成する方針であったが、100件、河合瀬の住民から大きな反発があり、 また市議からも多数の異論が出たため分割された。終日大学岡山県立岡山朝日高等、学校廃止鉄道線全、チャンネルとも電波は、基本的に南区、玉野市市境の金鉱山にある、金鉱山送信所を受信する。アナログ放送では、山院となって、金鉱山が良好に受信できない、各地区に中継局が設置されており、 区外の岡山北中継局は、龍の口山から、三沢山にかけた一帯、岡山東中継局は、百間川伊勢、三沢山西山六一体で受信が可能であった。岡山津島中継局のエリアを除き、デジタル放送では、大半の地区で、岡山本局を受信する。夢に郷土美術館詳しくは、岡山市の町、あざ一覧を参照。ありがとうございます。